その顔は答えを知ってるって感じだな。多分正解だ。あっさり殺すような真似はしねえ。なぶり殺しにする。じっくりと時間をかけて地獄を味わってもらうぜ。お前らは偉人町まで来て何をしてんだ。なんで桑名を追ってる。あいつが何をした。メイドの土産に教えてやるってとこだが、そいつもくれてやる気あるした探偵さんよ。まだまだ終わりじゃねえぞ。おい、あれの準備だ。立たせろ。暴れねえようにしっかり押さえとけ。こんなチャンスめったにねえぞ。動画撮っとけ。お人間どこまで蹴られたら死ぬかやってみたって映像だ。再生数すげえだろうな。だろう、ヤガミ。手の先っちゃから少しずつ切り落としていってやる。まずは右の手首、そして左手首、右肘、左肘。こいつは儀式だ。てめえから行け。切り込み隊長にして。俺らもやるんすか。全員やるんだよ。今後歩けに逆らったもんがどうなるか、みんなこいつの死に様で思い知ることになるんだ。ここにいる全員やるまで死なせんなよ。さっさと行け。でもやめとけ。阿久津はどうせ自分じゃやらねえぞ。え？スマホの前で証拠取られるような真似やるわけがねえ。結局お前らが、お前らだけがバカを見る。言ってくれるじゃねえか。ぞけやがって。あらわたからぶちまけてやる。ターボーが随分世話になったみてえじゃねえか。阿久津、これから見せ場が始まるとこだ。そこでおとなしく見てろよ。いやいや、そうはいかないよ。おい、出口下げ。全員ここで始末する。分かってるな。もう今さら抜けらんねえぞお前ら。そうだな、俺もここにいる全員、誰も逃がす気はないよ。やれるんだな、タボ。なんだったら休んでてもいいぞ。それはどうだろ、カイトさん。ヤガミさん、自分の手でやらなきゃ収まんないって顔してる。まだやられてえのか、ヤガミ。楽しませてくれるじゃねえの。やっぱ殺しには美味しい。ずっと首輪でもつけて手元に置いとくとするか。多分今の俺がお前をどんだけ殴っても罪に問われないんじゃないかな。情状酌量で。ああ、お返しさせてもらうぜ、阿久津。
でも来な。でも気がある。